今回乗車するのは、22600系電車。近鉄の汎用特急として作られた中では、現時点で最も新しい車両である。今回は、この車両について見ていきたいと思う。2010年にローレル賞を受賞。デッキにはくず物入れと、喫煙コーナーが設置されている。車内はこのようになっている。上の方は間接照明で落ち着いた装いとなっている。天井にはエアカーテンがそれぞれ設置されており、つまみを回すことによって強さや向きを変更できる。座席は赤をベースとしており、ゆりかご式リクライニングシートとなっている。座席との間にはそれぞれに肘掛けがついている。また足元にはフットレストも、ついており展開するとこのようになる。展開後は裏返すことにより、靴を脱いで足を乗せることができる。戻すときは、横のレバーを押すと、元の位置に戻すことができる。日よけにはカーテンを使用しており、薄い緑色をしている。充電用のコンセントは2席に1箇所のみ、前の座席の中央に設置されている。座席背面には大型テーブル、フック、小物入れがついている。ドリンクホルダーはついていない。座席の下は可能な限りスペースを設けられており、足を伸ばしても窮屈に感じることは少ない。肘掛けの中には小型のテーブルが収納されている。こちらはドリンク用のくぼみがある。ただし、このテーブルは出す際に、窓枠とテーブルで指を挟む恐れがあるため注意が必要。収納部にも指を挟まないようにとの注意書きがある。座席背面の大型テーブルを展開してみる。広さは十分あり、食事、作業をするのも苦ではない。ドリンク用のくぼみもある。端の座席にはさらに大型のテーブルがついている。しかしこちら側もコンセントは一箇所となっている。車内には電光掲示板も備えられており、広告のほか、ニュース、停車駅、降車口の案内がなされている。最後に再び出口付近、停車駅が近づくと、降車側の旅立つ線の電気が点滅し、左右どちらのドアから降りるのかがわかりやすくなっている。汎用特急としては乗り心地が良い車両であった。この動画が一つの参考になれば幸いである。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をお願いします。